その武器っていうのを本当に磨いた方がいいっていうふうに思ってるんですね。ただその武器って自分では気づけないことが多くて、例えばちょっとね他とは違うなって思ったりとか、でそれがね、僕だったらいやそれめっちゃいいじゃん特徴じゃんって思っちゃうんですけど、それがね、まあ、人と違ってちょっと嫌だなって思うことだったりとかもあると思うんですよね。だからそういうふうに見えちゃったりするし、もう結局自分の姿って自分には分かんないんですよ。周りがねお前は誰なんだなって言ってくれるから気づく部分があったりとか、だからやっぱりねそういった武器っていうのも自分じゃなかなか見出せない。だからいろんなね、人たちにいろいろ聞いていったりとか、いろんな人たちが言ってくれることだったりとかをしっかりねこう自分の中で落とし込んで、あ、自分ってこう見えてるんだな、じゃあ頻繁にね、言ってくれるのもこうだから自分の武器これなんだなっていうものがねきっとねあるはずなんですよ。でみんな生まれ持って持った武器があって特徴があってそれが個性なんわけじゃないですか。でもやっぱ学校でじゃあその固まる個性になっていったりとかするんで、なかなかねそのもっと見出せづらい環境になってしまうと思うんですけど、なんかねそういう風に何か人と違って思った人たちはそれがね、皆さんの武器なので、ひたすらね、研ぎ続けると自分のね夢に向かって一歩二歩三歩進めていけると思うので、ぜひねそこはね心にねこう念じておいてほしいかなっていうふうに思います。でね、まあ僕自身ね一番好きな言葉があって、 If you can dream, you can do it っていう、まあ、ホイッスルっていう漫画があって、その中でね出てくる言葉ですごいね予約すると願いを叶うっていう言葉なんですけど、僕はね願うだけじゃ叶わないと思ってるんですよ。一番好きな言葉なんですけど、でもその言葉にはやっぱその中の言葉が隠されてるなって、やっぱ願えば叶うんだけど、まずは願わないと叶わないと。で、その中で、叶うためには、やっぱその本当にね、誰に負けない、こう、行動はしていかないといけないっていうふうには、その中に、言葉の中にはね、隠れてると思っていて。だからこそ、なんかね、そういったこう、まずは、自分のね、夢を持つ。その中で信念を持つ。で、そういった中で、周りにね、こう言われたとか、そういった自分で見つけたとか、そういった武器をね、まずは磨く。で、それをひたすらね、やっていくとね、いつかはね、花開くと思います、僕は。いつになるんだっていうのは、わかんないですけど、僕はそれをね、常々やってきたし、でも、その分ね、たくさんきつい思いもしてきたし、悔しい思いもしてきたし、それでも自分を信じてね、やりきったことによって、1年目から2年目のシーズンの結果につながったりとかもしているので、まあ、それはね、こう、サッカーだけじゃない、ところでも通用する部分になってくると思いますし、これからの社会はねそういった武器でね実際に仕事になっていく世界になっていくので、どんな方であれね、自分の武器をね見出して研ぐっていうのは大事かなっていうふうには思います。